スプレンディットは、イギリス海軍の原子力潜水艦。スー・ウィフトシュア旧原子力潜水艦の6番艦。この名を受け継いだ艦としては4代目にあたる。スプレンディットは、ビッカーズ・シップ・ビルディング・エンジニアリング・バロー・イン・ファーネス造船所で建造され、1979年10月5日に、アン・エバリーの手によって浸水し、1981年3月21日に、 収益した。収益後、スプレンディットはイギリス軍が関与した世界中での多くの紛争に参加した。アルゼンチン軍が1982年にフォークランド諸島へ侵攻し、スプレンディットは最初の紛争に参加する。スプレンディットは島に到着した艦艇のうちの一隻であった。スプレンディットはフォークランド紛争では大きな戦果をあげなかったが、 アルゼンチン空軍の動向に対する偵察で価値ある情報を提供した。さらに、スプレンディットの存在は、アルゼンチン艦艇が出航することに対する大きな脅威となった。1990年代以末に、スプレンディットはトマホーク巡航ミサイルを装備する。スプレンディットは、コソボ紛争で、ベオグラードのセルビア軍目標に対してミサイルを発射した。また、2003年には、 イラク戦争でイラク軍目標に対しても発射している。スプレンディッドの活動は BBC のドキュメンタリー HMS スプレンディッドに収録され、スプレンディッドのポールバーク艦長と乗組員たちの様子が描かれた。2003年7月にスプレンディッドはスコットランドのファスレーン海軍基地へ帰還する。スプレンディッドは2004年にプリマスのデボンポート海軍基地で退役した。 スプレンディットのバーク艦長は、イラク戦争でのリーダーシップにより後に、大英帝国勲章を受賞した。ありがとうございます。